お願いいたします。お願いします。モーターいいですね。はい、文句なしです。文句なし。はい、もう設置な感じでしょうかね。だと思います。はい。改めて評価を教えてください。スリットから先と、はい。もう全部いいです。全部いい。全部いいです。うん。あの昨日準優勝戦の時一マークのンちょっとこう流れるかなみたいなお話されてましたが、はい。 その辺はは本人の問題だと思いますしっかり集中してレース自分のレースできればと今日うまた気温がまた上がってますが暑いすねもうモーターは問題なしとどうでしょう今からもう一回、やってみてとスタートもではその行き足の部分いいという中で決まってますかはい うん、サードは大丈夫です。では、もうインから逃げるのみそうですね。追い風なので、はい、はい。しっかり。しょはい、係を安定させて、うん、しっかり回りたいです。はい、はい、えー、それでは優勝に向けまして、ファンの皆様に一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。お願いします。 え続きまして二号艇中辻博典選手です。よろしくお願いします。さ五日間走り終えての不船足評価を教えてください。まああのバランスそれで普通ですね。普通。三、はい、日目四日目連勝もあり,ありましたけれども、まあただ。その結果残しているというところで。瞬間、ね、どうでしょう。まあ本当足は全く普通ですね。あの気温もね、あの上が、だいぶ上がってくる中で。はい。 調整というのはレースごとに何か違うところっていうのはありますか。いや、特にはもう、昨日大体もう、メドをつけているんで、ええー、はい。このままで、なんとか戦える、足には普通ながら。ありそうですかです、ね。はい、バランスはそれでいると思います。スタートですけれども、今節も。決まってる感じでしょうか。まあ、あの、遅れることはないと思います。え二、はい、号艇になりますが。どんなイメージでしょう。風も吹いてますが。 そうですねあのー、まあふけに絡めるように、うん、はいはい、えー、それでは最後に一言お願いしますはい最後まで精一杯頑張ります応援してください、うん、しますえー、続きまして三号手今井貴選手ですよろしくお願いいたしますお願いしますえ五十一号機ですが三節連続で優勝させましたねはいね、はい、いいですか もう全県から足はいいです、うん。特にどの辺がいいでしょう。えっとスリットに行くまでの足と、うん、ターン周りの足がいいですね。うん、では、スタートは割と決めやすい,、はいはい、やすいです。はい、うん、スリットはどうですか。伸びきればもう大体。うん、の、そこから伸びていくことはないんですけど、そこに行くまでが早いですね。うん、まあ、ちょっと気を使いながらっていうことにもなりますかね。スタートは。うん、いや、そんなことはないですけど、うん、はい。 1>, 1号艇の中越選手出てるそうですけれども、はい、どうです比較としては、ねえっと、何度か足合わせしてやっぱり伸びは中越さんのがちょっといいかなという気はしますけど、はい、出足は負けてないと思いいいますなるほど、はい、いいですねでも今日はもうある程度ゆっくりは過ごせそうな雰囲気そうですねちょっとまだ乗ってないんですけどだいぶ気温も上がって気圧も低いので、まあ、少しプロペラはくと思います。 3号艇になりますが、はい、どんなイメージで昨日は4コース想定外でしたけれどもその出足を生かしたレースをしたいいなと思ってますそれでは最後に一言メッセージをお願いいたします、はいえー、平和島、えー、優勝したことないんで精一杯頑張りますありがとうございます <laughs>、えー、続きまして4号艇、木野近吉選手ですよろしくお願いしますお願いします。 昨日の準優勝戦は長い三週だったんじゃないですか。そうですね。はいえー、ただそこのその中で二着を取りました。はい、その足というのはどんなところに評価ができますか。うんと上位級です。上位級。はい、うん。特にどの辺がというのあります。特徴はないんですけど、うんはい、全部がいいですあ。それはこう初日から良かったですか。あ初日ロ頭取って、ペラ大幅に叩き替えて。うんうん 2>, 2日目からいいですなるほどでは十分に優勝優勝するチャンスはある足ですかねはいチャンスはあります4号手になりますがこの枠はどうでしょうかピット離れが普通ならそのまま行きますスタートはいかがですかまあまあ決まっている方だと思いますはい。えー、では優勝に向けまして最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします、はい、優勝を目指して頑張ります応援してください 続きまして五号艇黒柳弘孝選手です。よろしくお願いいたします,します久しぶりの優術だそう,です、ね、そうですね。嬉しいです、はいうん、楽しみですか <laughs> そうですね、はいはい、足はどうでしょう日替わりの部分もあるというお話もされてましたがうんちょっとまあ微調整で伸び求めて失敗したりだとかまあちょいちょいあるんですけど まあでも一瞬の出足はいいんでそれで展開つけてますね、はい、昨日は準優勝戦はどうでしたちょっと回転を抑えていったんですけど、まあ、スロー向きじゃない感じだったんで、まあ、今日はまあ,ああいう方向でいいのかもしれないですね。出、はい、ュの方でこの枠を考えると昨日のステッティングでそう,う伸びは求めないでという感じですか伸びはもうちょっと <laughs>、うん、もう限界ですね。はい ではまあ時間様子を見ながら最後に微調整そうですねはい、はいえー、スタートは見え方どうでしょうかああもう気に入ってる感じなんでまあ遅れはしないですけどあんまりダッシュの効いたスタートはいけてないですねここ23走はでは特訓でしっかりと掴んでそうですねはい、はいえー、それでは最後に一言お願いします、えー、結構今節穴開けてるんで 最後もう一回仕事して帰りたいと思います。応援お願いします。え続きまして六号艇の高橋秀樹選手です。よろしくお願いいたします。ます昨日の準優勝戦いいターンでしたよね。一幕。まあ結果が結果なんで。んはい、足で言うとやはり上がいますか。上には上がいますね。はい、今の現状どうでしょう。 まあ、うん、エンジン勝率考えたら動いてるかなっていう感じですね。はい。うん、何か特徴などはありますか？いやないです。はい。この後の作業としてもう少し底上げするためにっていう、うん、あのシュ転してちょっと考えようかなと思ってます。うん、本体などももう一度見たりとか。いや朝乗った感じはまあまあ良かったんで、はい、はい、あの、うん、やめました。はい。はい、まあ、そしてまあスタートですけれどもゼロ、はい、台が8本。 素晴らしいですね。<laughs> 見え方はどうなんでしょうか。早いですねやっぱりね。早い、はいうん。全速でいけてるのも何本か。そうですね。6枠、はい、になりますけれども何か考えることはありますか。まあ、いろいろ考えてあの今の状態でできることを、えー、一生懸命やっていこうと思います、えー。それでは最後に一言メッセージお願いします。えー、頑張ります。